アネムイの主のアイオロスアイオロスは、ギリシア神話における三人の人物の名前である。これらの三人の人物はしばしば混同されがちであり、古代神話の記録にすら、どのアイオロスが、どの人物であるかについての混乱が見られる。シケリアのディオドロスによりこの三人のアイオロスの定義が、試みられており、以下ではディオドロスによる見解を記述する。これらの三人の正確な関係は、 多くの場合において曖昧であるが、三人には家計上の関係があると考えられている。ポセドーンのこと、姉モイの主は特に混同されがちである。ヘレーンとウルセイスの長男でアイオリス人の子祖。彼はエレーンによりテッサリアを与えられ、領民をアイオリス人と呼んだ。テッサリアをアイオロスはケイローンの娘、テアーを誘拐した。テアーは、 アルテミスの狩りの仲間だったという。テアーは身をもとなったが、父親のケイローンがこれを知ったらひどい罰を受けるだろうと悩んだ。ポセイドーンはアイオロスの友人だったので、テアーをしばらくの間馬の姿に変え、小馬を産ませた。小馬はメラニッペイと名付けられた。ポセイドーンはテアーを空に上げて小馬座とし、メラニッペイを人間に戻すと、アルネーと解明して、 デスモンテスという男に養育させた。やがてアルネーが成人すると、ポセイドーンはこれを我が物とし、二人の子供を産ませた。一人はソフテッサリア王に生き移しだったので同盟のアイオロスと名付けられテュレーニアの島々に住んで風の長となった。もう一人はボイオートスと名付けられ、彼はボイオーティア人の祖となった。デイマコスの娘エナレテーと結婚し、男七人。 女5人の、計12人の子を設ける。ポセイドオンの子であり、トゥレーニア海の居留地の支配者。風を解き放つようアイオロスに命ずる有能ホメーロスの、長編女児子,子オドゥッセイアにおいて、ギリシア神話における姉モイたちの主として言及される、ヒッポテイスの息子。ゼウスの行為を得て、風を支配する力を有し、浮島である、アイオリア島に住む。男女6人ずつ、 計12人の子があり、子供たちはそれぞれが夫婦である。漂着したオデュッセウスを艦隊し、航海のためのゼピュロスを皮袋に詰めて与えた。その他の逆風は別の皮袋に封じ込めたので、順調に後悔を進めることができたが、オデュッセウスの部下が逆風の袋を開けたため、再びアイオリア島に漂着する。アイオロスは彼が神々の怒りを受けているとし、 今度は冷酷に追い返した。ベルギリウスによるアエネイス第一巻でも登場し、ユーノーからの命令を受けたアイオロスが洞窟の中に閉じ込めた風を解き放ち、トゥレーヌム海を渡っているアエネイアースの船体を海に沈めている。また、ユーノーからその報酬として美しい妊婦であるデイオペアを与えられ、妻とした。エオルスオンという言葉の光源である。ありがとうございます。